はい、皆さんどうも、マキピロくんでございます。今回はですね、鬼殺隊任務の、柱を目指せということで、鱗滝左官寺を非属性キャラのみでクリアせよというものをね、実際達成したので、そちらの方のね、解説の方をしていきたいと思います。まずワクワクの実で、同族回帰とか、こちらをね積むっていうのは非常に大事なんですが、その中でも特にこれは注目してほしいなというところが、照明削りと平明削りなんです。なので皆さんもね、ぜひ照明削りと平明削り、あとね同族回帰とかで攻撃力を上げる、あとは紋章でとにかくニードルは欲しいですね。でニードルさえあれば結構難易度は下がると思います。まあ、あとは、水対水とかあの辺をねつけれるとかなり楽になると思います。はい、1ステージ4はねそんなにこう解説の方いらないなと思ったので、2ステージ4の方から、解説をきっちりしていきたいと思います。まずこの上のキャラクターなんですけど、これあんまり不用意に怒らすと火種が増えるので、これは処理できないなと思ったら殴らないっていう選択肢もあると思います。いかにヒラメを減らしていくかっていうのが結構ポイントになるので、あと編成なんですけど、これね実際このキャラクターじゃないとちょっとしんどいかもしれないです。っていうかちょっと厳しいですね。炭治郎が3体はいないと正直削りきらないことが多いので、なるべくこう3体ぐらい編成した方がいいと思います。で、まあニードルはこのクロストクロの雑魚を倒すことによって変わるんですが、ここを倒す、特にニードルパネルの方を、つけれない方は特にここら辺ちょっと注意して立ち回った方がいいかなと思います。あとはですねハート管理ですね、これがねすごい重要になります。なんせとにかくまあ火ダメもとにかく食らうんですよ。どうしてもダメージの方が大きくなってしまうので、属性倍率がね上がってるので特にダメージ大きくなるんですが、ハート管理をしっかりできれば、ちょっとハート管理がしっかりできないとちょっとねクリアはね難しいと思います。はい、でさっきの村正さんなんですけど、あれに実際下に入ることもできます。ここにちょっとしまったなと思ったのが超飛スタートだったんですよ。これできれば炭治郎でスタート切った方が楽です。これギリギリ触れたんですよね。でこの天使が、この岩のやつのこれね原作に沿ったんでしょうね。なんですけど硬いこいつがとにかく硬い。でこの SS のたまる砂時計、この羽天使のね羽がついてるのかな、この砂時計を取ってとにかくストライクショットをフルマックスまでする。であとはもう惜しまずバンバン打つ。これたまたまねこれ本当にこううまいこと横に行って、しかも弱点来たのでこういう横かでね SS 打つ感じになります。とにかくここは SS 蹴散らない。であとまだ大丈夫だと思ってもこいつの攻撃ホーミングとかもめちゃくちゃダメージ持ってかれるので、ここもなるべくハート管理の方とあとは SS を惜しみなく使うっていうところがね結構ポイントです。あとは天使の処理をいかに早くできるかっていうところがポイントになると思います。でここもね極力ハートまあ上のね剣まで行きたいなっていう感じなんですけど、取ったら取ったでいいやぐらいの感じですね。ギリギリちょっと残るんですが、でここねちょっと迷ったんですよ。張飛打つか打たないか、ケチってもいいかなと思ったんですけど、次ねホーミングなのでいやこれ食らいたくねえなっていうことで SS 打ちました。変に SS ケチって
そう倒せないっていうのが一番痛いので、んでここは打つ選択をしました。でボス戦ですね。そうあそこの、ね、さっきのステージはね結構気になります。はい、でボス戦です。まず鬼のこの3ターンっていうあれを注目してほしいんですが、3ターン4ターンってありますよね。なるべくでここは炭治郎を積んでいる場合は結構友情で削ってくれるので、あの間にはまりに行くっていうよりもどちらかというと炭治郎を見分けてこう友情を拾っていくっていう感じを取れば鬼もね必然的にこう削れてってくれて、で危ない時はもう直殴りっていう形を取ればいいと思います。なのでここから、鬼の処理は確かほとんど殴るっていうよりも友情を拾っていくっていう感じを選択してるはずです。はい、あんな感じに、ね、鬼の処理もできるので、なおかつこうダメージも稼げる。あとはね、そうもう口すっぱきますけどハートカリです。これがね本当に肝になる。で実際あのボス戦まで行ったのは2回ぐらいだったんですよ。2回目ぐらいでクリアできたので、結構ねあそこの岩のステージのところで苦戦される方多いと思うんですけど、あそこを抜けたらねなんとかこういけることが多いと思うので、はい、落ち着いて立ち回ればいけると思います。あとはちょっと気をつけてたのが SS ですね。ストライクショットをやっぱ打っちゃってるので、これをちょっとでも溜めながらって思ってターンをなるべく稼ごうかなっていう感じで立ち回ってるんですが、かなり削っちゃう。そうなんですよ、ここがね結構あんまりこうゴリゴリボス行っちゃって SS がない状態で最終戦突っ込むのが結構怖いですよね。で2ステージに関しては、鬼の方がいないので、まあ友情拾いながらちょっとずつこう雑魚処理しながら、まあ、ボスを削っていくっていう形になると思います。本当にこの自分も炭治郎2とかでやってたんですけど、まあきつい本当に。あの言わんとこ削れないんですよね。まあ正直ボス戦まで入ればそこまでのやばいっていう感じではなかったかなって印象ですね。まあハートをこう重視するっていうのと、まあ火だめ見ながらですね、火だめ見ながら次の攻撃とかを見ながら本当にハートをしっかり管理する、それができればまあこのパーティー構成だったらおそらく全然問題なくいけると思います。炭治郎4がね本当は一番楽だと思います。残念ながらそれ組もうと思ったら組めたんですけど、リオちゃんが2体使わないといけないということでやめました。ここもねなるべくちょっとね稼ぎたいなと思ったんですよ、ターンを。なんですけどこれどうあがいてもこういっちゃうぞと思って、なんとかみりん残しなんですよね。でここでちょっとねやらかしちゃいました。あの鱗滝の下にニードルパネルあることに気づいてないんですよ、この時。で、友情で潰れの、はい、見てください、ザク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 、むっちゃ踏んじゃったんです。おやっべーとか言って、通話で叫んでました。なので、ね、ちょっとあれ気をつけてください。はい、最終ステージですね。まあ、ここもしっかりちょっと鬼のターンを見ながら、まあ、基本的にあのこの構成だったら炭治郎の友情を拾っていくっていう形で雑魚処理の方はある程度いけると思います。一番優先させるのは鬼かなっていう感じですね。これがねうまいこと止まってくれたのでラッキーでしたね。
もうこうなればひたすら友情拾って、まあ、とりあえずまず鬼を処理するっていう形なんですけど、もう鬼さえね処理しちゃえばあとはもう適当に友情拾って暴れとけばなんとかなんじゃないぐらいの、あとはハートをしっかり大きくキープするっていうことかなって思ってたので、はい、もうこの形だとあとはニードル気をつけてっていう感じになるので、これはもう無理に、まあこう下行けばハート取っちゃうしということで横間選択しました。一番怖いのが横間失敗してニードルザクザクが一番怖かったんですけど、まあね大丈夫です。はい、これでまあ SS ここから打ってきます。この形になれば全然いけると思います。ただここでやっぱハートを大きくできてなかったらちょっと危ないかなっていう感じはしますね。なんで SS はもうハート取ってとりあえず鱗だけに、まず当てる。でワンチャン上入ったらラッキーという話はしてました。入るんです入りました。これだけ削ってくれたらあとはもうよっぽどのことしない限り負けることはないなと思ってました。ちょっと角度がねきつかったんですけどね、安定に見守りました。当たっちゃうけど上入る、結構ね弱点じゃないとそこまで、まあ1段階目っていうのもあったと思うんですけど、この判定がこの2のとこらへんかなとか思ってたんですけど、もうちょい外ありますよ。はい、ということでねこれ下ハマって、はい、無事クリアしました。ポイントとしてはやっぱりあの岩のとこですね、あそこさえ抜ければ結構いけるんだっていうことだけ思っていただけたらいいと思います。あそこでやっぱなるべく天使を早めに処理してとにかく SS 打って処理する、それができれば大丈夫だと思うので、ね、ぜひとも皆さん頑張ってください。あなたへのおすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは皆さんせーの、いい耳だよ。おはようございます。ありがとうございます。